はい、じゃあ浅井さんとの経緯をちょっと興味ある人がいっぱいあるいるみたいなんで行けますか。はい、そこが僕の家ですね。そこが僕の家、そう、自転車置いてあるでしょ。そこね。はい、みんな、ワドツ声聞こえる？音声映像問題、ちょっと俺は頭痛くて今日トレーニングできないわ。ちょっとオーバーワーク気味だったのかもしれない昨日。もし体調戻ったら夜中走り込みしたいと思います。ワドツ寝起きですね。寝起きでご飯食ったら頭痛くなっちゃって。音声映像 OK ありがとう。まあ楽しんでいってください。で、そこがもう家すぐそこに銭湯、あそこがいつも行ってる銭湯ですね。すごくでっかくて気持ちいいですよ、明かりついてるところ。スタジオもそこです。よいしょよいしょ。まあ今日はね、日曜日なんで見る人少ないと思うんで、まったりみんなのコメント拾いながらまったり雑談しておこうと思います。最近ね、トレーニングで雑談ができてなくて、リスナーさんとコミュニケーション取れてなかったんで、ゆいがのとつ共感した。ああ、ありがとう、亀尾さん。うん。もしよかったら YouTube チャンネル登録もお願いします。Facebook もやってます。ワドの家覚えた？うん。まあ、今更隠してないっすよ。もう、インターネットで有名になったらプライバシーなんかなくなっちゃうからさ。大変よ。まったり散歩枠でーす。どの辺見たいとか言ってもらえたら案内するんで、もしよかったら Google マップで西新宿5丁目あたりを開いて、どこ行け、あれ行けとか言ってくれれば。肉じゃが持ってくんなよ。いや、めんどくせえから。あ、タバコ持ってくんの忘れた。のんたん、タバコ用意して。家帰るから、俺の机にタバコとライターあるでしょ。あと、携帯灰皿、玄関に用意しておいて、今すぐ戻る。都庁目の前ですね。都庁、あそこに、裏に見えるのが高層ビル群でしょ。うん、都庁行ってもいいよ。歩いて5分ぐらいだから。はい、ワドツー、ゴンタさんいらっしゃい。のんたん、ごめん、今から戻ってタバコ取り行く。携帯灰皿とタバコ。携帯灰皿はあの画面の横にぶら下がってるから、あのモニターを正面にして左側の壁にぶら下がってるから、黒いアメリカンスピリットの携帯灰皿が。寝ぼけてんな。飲んだ、起きたね。なんか、和風な場所？ああ、ここちょっと特殊なんですよ。面白いんですよ。もう本当に、高級住宅街なんだけど、中野と渋谷と新宿の境なんですよ。だから、面白いのがね、こうノスタルジックで神田川のところなんだけど、今、俺、まっすぐ行くと俺の家なんですよ、その辺が。だからここ渋谷区なの。だから、銭湯あるんだけど、そこの銭湯いつも行くんだけど、歩いて1分もかかんない場所ね。そこ渋谷区なの。で、こっちが、要はここを境に、向こう側が渋谷区なのよ。で、こっちが中野区なの。で、ここ新宿なの。まあ、西新宿駅？なんで？いや、全然いいけど、なんか見たいのあるの？なんかこの道路のところに公園があったりするんだよ。うん、公園の遊具あるでしょ？こんな狭い道に公園になってんの。東京って感じするよね。よく映画とかのロケやってるよ、ドラマとか。あ、いいよ。久々に見たいってことが。いいよ、いいよ。よいしょ。どうなってるのか。オッケーオッケー。何年前ぐらいなんだろう。西新宿、丸の内線西新宿の方行こうか、じゃあ。よいしょ。あ、ありがとう。携帯灰皿は？ここは僕の家ですね。昔住んでたところ見に行こうか、じゃあ。10年前だ。じゃあ全然変わってると思うよ。今とんでもなくでかいマンションもあるから。香川に似てる？そう？たまに言われるけどね。
全然意識してないですね。みんなでぐるっと散歩しましょう。タリーズのコーヒーの左の道を入っていたところ。丸の内の西新宿駅ってどうやって行こうか。まあいいや。わかんない、のんた。さ、そこ、あれ？ないな。あんじゃん。キーホルダー、それ。ありがとう。行ってくんね。もうすごい古いところ。古い、意外とね、この辺はね、だいたいワンルームのマンションで12万とか13万とか。寒いね、今日ね。それで風邪ひいたんだと思う。どうやって行こうかな。じゃあ、今、新しい高層マンションとかもできてるよ。じゃあ、リクエストにお答えして、ナインさんかな？ナインさんの家の近く行きます。高いよね。まあ、新宿の一等地だもん。西新宿ってさ、高級住宅街だから。新宿公園ってどこだろう？中央公園のこと？中央公園はやるよ。みんなが見たい場所、この辺だったら歩いて回るから。配信大変だね。都庁の前。あ、じゃあ、帰りに寄ろうか、都庁前は。都庁前で浅井さん出会ったから。こんばんは、リオさん。新しくできたマンション、近所にできたのが、はい、ハッチいらっしゃい。今日はトレーニングちょっと体調悪いんでお休みです。新しくできたマンション、これですね。多分ね、でかすぎて。おー、中野さん、花火ありがとう。見えるかな？すごいのが立ってますよ。わかる？これ。伝わるかな？これが住宅街にボーンって。すごいでしょ？わかる？これ多分日本で今一番でかいタワーマンションなんだけど、これが完成しましたね。そういうエリアです。 で、ここはちょっとノスタルジックな、これタワーマンションですね。遠近感が狂うよね。多分日本で一番でかいと思うよ、これ。こんなん見たことない。行動力半端ない。まあ、これを仕事にしてるわけだからしょうがないよね。これは多分オークションでしょう。これは多分1億円超えると思いますね。もうこうバーっと。すごい高さ。他の、この辺高層ビル群なんだけど、もうほんとね、この角度にかなり引きで撮らないと、ね、映らない。ちょっとね、カメラだと伝わりづらい部分あるんだけどね。こうやって映したら遠近感伝わるかな。どれくらい下から撮ってるかわかる？ほぼ直角で撮ってるんだけど。ここはね、西新宿5丁目っていうエリアっすね。文久町っていうのかな。初見、リアルにホームレス。あ、僕はホームレスは、過去3回経験してますけど、そうじゃなくて、さっきホームレス、元ホームレスのおばちゃんが家に来てたんですよ。で、その人との出会いを知りたいっていうことで、ちょっと案内しようかなと思ってる。施工会社見てみようか。中野さん。中野さん、ありがとうね、花火。2億はするだろうね。え、ここの建物建てたの？じゃあ、この現場にいたんだ。渋い店結構ありますよ。この辺は。ひーくんいらっしゃい。楽しんでってください。まあ、まったり散歩雑談だと思っていただければ。今からリスナーさんが昔住んでた場所を見たいっていうことで、そのエリアに行こうと思います。まだ建設中だね。白い建物で、外壁がね。今、そのマンション、タワーマンションのふもとに来ました。タワーマンションのふもとね。こんな感じです。これがちょうど真下。地上から見上げるとこれくらいの高さで。夜だから伝わらないね。何階建てなんだろうね、これ。すごいよね。バカでかいよね。ここはね、藤田コーポレーションって書いてある。藤田コーポレーションですね。すごいな。伝わる？いや、多分ね、生で見るとね、びっくりすると思うよ。ここも結構高いタワーマンションが並んでるんだけど、この辺とかも。これをはるかに
しのぐ高さだから、これと比較しても全然高さが違うでしょ。わかる？これが結構高いタワマンなんだけど、ほら全然高さ違うでしょ。これから売りに出されるんだろうね多分。で、俺が聞いてたのは日本一のタワマンができるの商業施設ができるって聞いた。うん、すごいよね。これ見るとさ、科学ってすごいなと思うよね。ゴールデン街は別に、どれくらいだろうな、30分くらいかな。歩いて2、30分ですね。歌舞伎町まで歩いて行ける距離なんで。ここはどちらかっていうと、都庁であったりとか、上場企業の会社とか、高級住宅街なんですよ。こういう感じ？もう、なんつうの？高層ビル群。ホテルとか、高級ホテルとか。だからもう富裕層が住んでるエリアなんですね。寒いっすよ。この辺に住んでる人はみんなお金持ちの人よ。芸能人とかもいっぱいいる。うん。芸能人が住んでるエリア。富裕層とか。そうですね。中野坂上の方に今来てないですけど、中野坂上と西新宿5丁目が近いです、僕の家は。ワンルームは12万から13万かな。マンション。12万から13万のエリアです。だから俺の家賃6万円なんだけど、奇跡だって言われてるね。食安通りの方に向かってんのかな今。みんな詳しいね。まあね、東京でしか見られない風景ですよね。バーン。そういえば町会議いるの？どうしようかなと思ってるかな。ゆかりないからね、俺今、ニコ生に。町会議行っても、どうなんだろうっていうのあるよ。ちょっと迷ってるかな。俺無名だからさ。ニコ生時代の和道さんより、ふわっちの和道さん。なんかね、ふわっちに来てからなんかすごい評価が上がって嬉しいんだよね。リスナーさんの質もすごく良くなったし、閲覧も増えたし、ふわっち来てから稼げるようにね、なったし、すごい嬉しいですね。ふわっち来たのは人生の転機だと思ってるね。格闘技出るよ。格闘技出るのはだってふわっちのイベントじゃないじゃん、あれ便所太郎さんのイベントだから、ふわっちとキャスのイベントだよね。おい、リオンいらっしゃい。ハートありがとう。散歩配信です。楽しんでってください。今から、なんかリスナーさんが元住んでた場所を見てみたいっていうことで、10年前に住んでた場所、その辺に行きます。フランスの哲学者みたいで好きです。絶対誤解してると思うんだけど、絶対俺のことを、誤解してますね。スーさんいらっしゃい。ボンジュー。十二社通り。俺ね、車持ってないから通りの名前覚えるの苦手なんだよね、子供の頃から。今日寒いね。風邪ひいたかも、俺。ハチ風船プレゼントありがとう。まあ、ぶらり散歩する感じだと思ってください。ここね、飯食えない時リスナーさんが夜中連れてきてくれた24時間の定食屋。もう配信始めたての頃飯食えなくて、リスナーさんが近所に住んでて、ここで飯をおごってもらった。モーヤンカレー、2回行ったけどリスナーさんが勧めるから、もうクソまずいからね。2回行ったけど本当にまずい、モーヤンカレーは。リスナーの味覚疑ったもん。モーヤンカレーみんなうまいうまいって言うからさ、好き嫌い分かれる。本当に俺嫌い、モーヤンカレーは。なんであそこバカゴミしてんのか分かんないもん。すごい混んでんだよ。癖ある、モーヤンカレーは。俺は嫌いっすね。いや、多分ネットでググった情報を言ってるだけだと思うよ。絶対味覚狂ってるって、あれは。右、そうですね、今右に曲がったらじゃなくて、
もう目の前オリジンですね。今オリジンの看板白くなってるんですよ。オリジン弁当ちょっとおしゃれになってるね、うん、でどこだ、新宿オリジンの横に定食屋あったのに潰れた。今セブンイレブンですね、うん、天下一品はうまいよ。まあでも天下一品じゃないね、なんて言うんだろう、トマトカレーみたいなの出されんだよ、定番カレーにトマトカレーみたいな。今日外寒いっすね。モンタンと一緒に散歩したかったのにな。天下一品より癖ある感じかな。どこだっけ、このまままっすぐでいいんだっけ。そうっすね、まっすぐ行って右行くと新宿署っす。あれリスナーさんまだいる、西新宿ってどこだっけ、駅もう一本左側の道だっけ、ここまっすぐで合ってる。今来ました TS さん、いらっしゃい。まあまったり配信ですが楽しんでってください。新宿署まで行ったらダメ、この辺か。じゃあ左側の歩道、向こう側ってこと、うん、向こう側に行けばいい、渡るわ。じゃあ都会っつうか、まあなんつうの、日本有数のだってなんつうの大都会じゃん、新宿って言ったらね。え面白いよね、夜の新宿とかね、歌舞伎町とは全然イメージ違うでしょ。で向こうの方になるとネオン街になってくんの、奥の方、あれが歌舞伎町の方だね。ずっとまっすぐ行くと歌舞伎。対決、対決やめてないよ、あれそのテルチャンピンとでしょ、やるよ。東京以来ですよ、ここ。え？この辺？違うのかな？左側の歩道？西新宿6丁目って書いてあって、この辺じゃないのかな？松屋とかタリーズコーヒーは、あー見えないな。今もう一個の方のモーヤンカレーに来たね、ダイバハウス、うん、今鳴子天神下っていうところの交差点だね、鳴子天神下の交差点。どこだっけ、駅反対側、反対側ってどういうことだろう。寒いね今日ね。どこを基軸に反対側なのか分かんねえかな。左の車線ってことかな。ウリタさんは歌舞伎町でやっぱよく見るって声聞くけどね、でも俺は会ったお会いしたことないっすね、ウリタさんには。もっと新宿よりまっすぐってことか、はいはいはい。もうちょいじゃあ進むか、新宿方面ね。うん、オッケーオッケーありがとう。あー松屋見えてきたよ、松屋見えてきた。でもう一個の方のモーヤンカレーが今映ってる、モーヤンカレー、そっちオッケー。この辺に住んでたんだ。あれ誰だっけ、あのなんだっけ、あのこの辺に住んでるって言ったリスナーさん、東京治安は、まあ、歌舞伎町は悪いですからね、毎晩喧嘩だけでも5、6件あるぐらいだから。あ竹藤の本社この辺にあったんだ。歌舞伎町に限って言ったら悪いですけど、この辺はいい。なんか東京ってなんで一駅変わると街がガラッと変わるんだよ。あナインさんか、そっかそっか、もう一駅でガラッと変わって、例えば新宿だけでも言っても、新宿って歌舞伎町があるでしょ、西新宿があるでしょ、高田の馬場も新宿区なんですよ、あとコリアンタウンで有名な大久保とかも新宿区なんですよ。だからこの4つの町の属性って全部違うでしょ、だからエリアによって変わるって感じ。東京住んで4年かな、
歌舞伎町でも世界的にはトップクラスの部屋、トップクラスっていうか、まあ日本だと有数の犯罪率だけど、そうだね、あの世界的のスラムとか見たと比べると全然っていう感じだね。立ちんぼ通り面白くないよ、うん、あのみんなが期待してるようなことは起こんない、うん、あのね、大体ね、配信持って絡まれるやつって絡まれるようななんか性質を持ってるっていうのかな。あの堂々としてたら別に何も言われないよ。歌舞伎町自体は俺は小さい町だと思った。あ、歌舞伎町は小さいっすよ、だいぶ歌舞伎町はだいぶ小さい。この辺かな。歌舞伎町って人一つのエリアだからね、町の名前だから、うん、なんて言うんだろう、すごく狭いエリアだよ。あ、今の歌舞伎町はだいぶ丸くなりましたね。あれですよ、あの都知事、石原都知事の政策が成功し、歌舞伎町浄化作戦。東京は金があったら面白いですね。お金があったら何でも買えますよ。プラプラ散歩してます、家の周りを。悪魔さんいらっしゃい。この辺か、多分この辺だね。着きましたよ、ナインさんがリクエスト、丸の内線です。どこ行けばいいんだろう、家のあたり。タリーズ手前左、タリーズ手前左で突き当たり、タリーズ、タリーズなんかないぞ。これ後ろね、浅井さんの家今から行くよ、元住んでたエリア。え、どこだろう、タリーズがない。ナインちょっと外亀にするから教えて。タリーズがない。ここ左？はいよ。ここの吉野家、高級吉野家なんですよ。ここ左。目の前にある？タリーズ？どこ？タリーズあった？看板出てた？マジか。え？行き過ぎ？戻る？戻る？はいはい。一個前か。そう、緑の看板のところかな。浅井さんはまあ今まで出会った中で一番面白かったね。タリーズなんかなくね。どこにある、ここか、ここでいいのかな。じゃあ行きます。はいはい、突き当たりが右が家だった。まだあるのかな、建て替わっちゃってるかな。僕はそういうのはすぐ分かりますね。あ、建て替わってないっぽいな。これかな、これかな、ここに住んでたのかな、これだ多分。どうだろう。はい、じゃあリスナーさんの、そうそう、もうちょっと路地に入ると住宅街あった、あった、多分ここだろうね。うん、もう建て替わってた。まあしょうがないよね、10年前だと。はい、じゃあナインさんの、そんなに新しくない、もう行き止まりだった、うん、変わっちゃったか、残念だね。じゃあどこ行こうか、うん、悲しいよね、わかる。田舎の方に住んでるメリットはあんまり景色が変わんない方がいいけど、この辺がだからワンルームのアパートで12、3万円ですね。だいたい家賃の相場12、3万円です。ワンルーム。
ちょうどね、不動産屋だけど、西新宿で8万5000円もあるね、アパートだと。公園の中のアパート。あ、じゃあ今から行くの。風呂なしで2万。じゃあボロボロの物件だ。まあ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 、8万とかも、アパートだとあるね。マンションだと12、3万ぐらいする。まあこれからね、人口減っていくからね、土地は今投資するべきじゃないっていうのが俺の判断かな。土地の値段はどんどん下がってくる。都心に限ってはそんなことないと思うんだけど、土地に価値がどんどんなくなっていくと俺は読んでます。あ、クーラーあったんだ、京都トイレで。いいじゃんいいじゃん。じゃあ中央公園の方行きますか。せっかくなんで中央公園行きます。俺の家は6万、僕の家は6万です。散歩配信も楽しいね。東京なら埼玉。埼玉の、だから東京にアクセスのいい、千葉とか埼玉に住むのは俺はありだと思ってるね。で、1時間ぐらい、もう東京から1時間ぐらいの距離に行くとど田舎行けるから超安いよ。いやいや、東京、関西の人とノリが違くて、東京で話しかけられることはまずないと思った方がいいよ。八王子まあ安いね。でも結構今人気あるぜ。でも八王子の外れの方ってアクセス本当悪いかんね。洋平くんとかも住んでたけど、バスとかだかんね。西東京は東京じゃないっていう人もいるぐらいだかんね。俺は結構その千葉とか埼玉の方に行って暮らすっていうのはありな選択だと思う。安いところあるけど狭い。とにかく狭いし、みんな便利だと思ってるけど毎日遊ぶわけじゃないから、なんつうんだろうな、金持ってないと面白くないんですよ東京は。金持ってたら何でも買えるのよ。もう高いものなんかもうキリがないぐらい何でもあるの、サービスも。だから金持ちには楽園なんだけど、貧乏人とか普通の生活する人からすると、なんていうのかな、金ないと遊べないから。でやっぱりそら田舎者がより集まってる街だから、警戒心強いから仲良くなれないし、あったかさがないよ東京には。どの辺、今から行くよ。でもね、昔ほど、俺がねホームレスになっちゃった頃はもうすごい光景だったの。もう新宿駅の地下道あるでしょ、あそこもう目視界に全部ホームレスだったの。俺本当にここ日本かって思ったよ。本気でここ日本なのって思ったよ。全部360度、視界に入るだけで200人ぐらいのホームレス、派遣切りとか有名だった頃、もう新宿駅の中にブワーって。今もう全然いない、もう古参の人しかいないよ、ホームレスは。だからその頃の俺はもう頭脳裏に焼き付いてる、あの日本が。もう何とも言えないよ。自分もホームレスだったし、もう本当にスラム街みたいになっちゃったのよ。あの人たちはだから生活保護を受けて国がちゃんと対応したんでしょう。今いないっすよ、今全然減った。俺はホームレスの経験3回ぐらいあります。昔すごかったよね、本当に。俺びっくりしたもん、本当にびっくりした。サバイバル道、しかもそれ多分ね、新宿駅だけで、構内だけで2万人ぐらいいたの。要は視界に入る、要はポツンって適当に立ち止まったところに全部200人ぐらいホームレス映ってて、いろんなところにいるのよ。だ2万人ぐらいいるの。すごかったよ。あれはもうほんとゾッとするレベル。東京の魅力はだから、なんだろうな。じゃあちょっと紹介していくか。例えばさ、昔、
今の若い子は分かんないかもしれないけど、アニメでも映画でも何でもそうだけど、ダイハードとか映画見てもらったら分かるんだけど、もう要は日本っていう企業がアメリカより強かったんですよ。今中国が影響力あるけど、だから映画とかに企業の名前が日本の企業だったりするの。ダイハード1とかそうでしょ。あともうそのサイバー都市とかそういう SF ものやったらネオ東京って言って東京を舞台にするのが流行ってたの。もう要は世界で一番かっこいい街っていうのが東京だったんだけど、その名残があるねこの街には。最後までホームレスの人って自らそうしてるの。あのね、今から話取材に行くからそれ聞けると思うよ。後でもし話聞けなかったら解説するよ。ホームレスに関してはだから、自分自身がホームレスだったりとか生活保護の経験があるから、この真実っていうものをみんなに見てもらいたいんですよ。冷やかしとかじゃなくて日本で現実に起こってる問題で、実は俺らにすごくなんていうのかな、身近な存在っていうのかな、人事じゃないんだよっていう、実際日本で起こってることなんだよっていうのをもっともっと再認識してもらいたいんだよね。それでね、生主始めたんですよ、僕は。初期の頃はね、もう街行ってホームレスの人たちに生活保護を受けませんかっていう配信とか、なんでホームレスになったのかとか取材して回ってたんだよね。例えば、まあこの通りなんか、今ほら夜で日曜だからあれだけど、これね、夜景が綺麗ですよ、あの夕方なんか。で、新宿の空には特徴があるんですよ。この時間でも明るいの、雲があって。びっくりするでしょ。ほら、空明るいでしょ。これなんでかっていうと、東京のライトで雲が照り返して空が明るいの。夜中でもこんな明るさなんですよ。これはね、新宿ならではの風景だね。そう、空が雲が見えて明るいっていう、青いっていうのかな。紺色っていうのかな。だから眠らない街ってよく言ったもんだよね。ちょっとこれは田舎の方だと見られない風景じゃない？その、なんつうの、夜が真っ暗にならないっていうか、これ空なんだけど、空が青いっていうか、向こうの方も青いでしょ？見えるでしょ？これは、東京はもう夜中中、朝までこんな感じだね。で、これが都庁ね。初めて見た。明るいでしょ？これ夜でもこんな感じなのよ。照り返しでね、ずーっと照らされてるの。明るいの。これが都庁ね。東京都知事の。これ僕が一番好きな建物ですね。都庁。不思議な光景だよね。都会ならでは。まあ、こういうのは、他の街は見られないかもね。明るいでしょ。あと、まあ、俺が今立ってるのが地上なんだけど、新宿の面白いところは下があるっていう。地下があるんですよ。意味がわかんないと思うの。これはね、結構田舎の方から来た人はパニックを起こすんだけど、ずーっと地上歩いてきたつもりなのに、この下に道路があるんですよ。わかる？ほら。だから、新宿のこの辺のエリアって、1階と2階があるの。これはすごい新宿の魅力だと思ってる、俺は。この街のかっこよさ。普通に道路だと思って歩いてても、なぜか地下エリアがあるっていう。ちょっと地下の方行ってみます。これがね、この街の面白いところなんですよ。ドラクエのダンジョンみたいに上の世界と下の世界があるっていう。これはね、新宿に来た人がパニックを起こすんですよね。ちょっと初めて来た人はね、びっくりする。面白いでしょ。あと後ろに見えてるのが代々木ゼミナールのコクーンタワーっていうビルですね。ちょピンボケひどいな。ちょっと待って、ピンボケ直します。ブラタモリでやってた。これはね、新宿でしか見られない光景だよ。地下があるっていうか、向こうも地上なんだよ。で、ほら今普通に地上として歩いてきたじゃん。ちょっと待ってね、ピンボケ直します。直った？ずーっとこうやって地上歩いてきたじゃん。ずーっと地上なのに、こうやって見ると地上が下にあるのよ。だから二段構想っていうのかな。要は、この下にも地下街っていうのがあるんですよ。だから三段階、四段階構想になってるっていう。そんな感じですね。マジで練習しなくてもガチでセンスありすぎ。何が？大阪先輩いらっしゃい。何の話？
そうそう、例えば新宿だったらもう本当数キロ先までつながってるんですよ、地下で。じゃあ下の階に降りてみましょうか。こんな感じね、イメージするとこんな感じ。さっきまで歩いてきた道は ここなんだけど、格闘技、いやいやセンスないっすよ、僕センスないから練習してるんですよ。ちょっと待って、ピンボケ直すんで。あれ、今まで歩いてきたのがそっから歩いてきました。で、こう見ると地下があるんで地下行きます。楽しんでってね、みんな。いい試合しようと思うんで応援よろしくお願いします。6月の10日に便所太郎さんの企画で格闘技をやります。一般席5000円です。もし格闘技の試合応援してくれる人がいるなら、フォローしてもらえると嬉しいです。はい、地下に降りました。そうだね、国運タワー東京モード学園のビルですね、うん。で、浅井さんが住んでたエリアに行くか。じゃああるでしょ、段ボールとか。浅井さんが住んでたエリア行きます。もうだいぶ減ったけどね。こことかもそうね、うん。空気はだいぶきれいになりました。昔のイメージですね、その東京は空気が汚いっていうのは。僕も実際子供の頃新宿来た時は空気が汚くてほんとゲホゲホしてたんですけど、今は綺麗ですよ。それでもね、やっぱ田舎の方に行くと空気綺麗だなって感じるけど、別にそんなゲホゲホするような環境ではないです。空気はね、そんなに綺麗とも言えないけど、別に気になるほどではないですね。汚ねーとか今聞かない。空気が、空気汚いよね東京とか言わなくなったでしょ。何層にもなってますね、本当に。まあ、有名なビルとかもう高級店がいっぱいありますよ。駅の方行く？それとも公園のホームレス街の方行く？どっち行こうか。歌舞伎町とか駅の方見たい？どうする？ちょっと決めてください。公園はもう目の前ですね。まあ時間たくさんあるんで、今全然空気きれいだと思いますよ。まあ僕の体感でしか語れないんで、僕の体感では空気だいぶきれいになった方だと思いますね。新宿、歌舞伎町見たい？じゃあ歌舞伎町行く？歌舞伎町行く？じゃあ歌舞伎町の方行こうか。歌舞伎町でも面白くねえぞ。歌舞伎町全然怖くないよ。歌舞伎町行くか。じゃあ言っとくけど全然面白いことないかんね、歌舞伎町、うん。今日歌舞伎町の人が多いんだね。中央公園ですね。じゃあ歌舞伎町向かいましょうか。ちょっと歩くよ。うん、今の歌舞伎町そんな治安悪くないっすよ。みんながね言ってるのって20年ぐらい前の歌舞伎町だよ。あ、もう逆方面だね。ホームレス街と歌舞伎町は全然逆方面。いや、どっちにするか決めてほしいんだよ。だからホームレスの方か歌舞伎町の方か、どっちがいいか決めて。ホームレスの人はホームレス、歌舞伎町の人は歌舞伎町、どっちか決めてください。もう真逆の方向なんで。歌舞伎町数多いっすね。どっちか決めてください。ホームレス？ああ、じゃあホームレスにするか、うん。ホームレスね、じゃあ。じゃあそっち側に向かうよ。歌舞伎町はいつでもできるからまた後日やろうか。ここは都庁の真下ですね。ホームレスにするか。でも全然いなくなったけどね。もう。なんで都庁前にホームレスがいるのか、じゃあ解説しますね。もともと、ホームレスっていうのは、ホームレスっていう人たちは公園に住む性質があります。公園って公共のものだから住めるでしょ？だから東京で言うと、この辺で言うと代々木公園っていう超でっかい公園と、あとね、新宿中央公園、この2つがね、ホームレスのメッカだったんですよ。ただ、
その東京オリンピックとかこういう都市群を作るにあたって、その公園からホームレスを出したんです。で、この都庁の行政の人たちがどういうふうに妥協案を出したかっていうと、この人たちはこの都庁のエリアのね、雨風しのげるこの地下街に住んでいいよっていう妥協案を出したの。だから新宿中央公園にね、200人300人いたホームレスたちがみんな都庁に住み始めた。それがここにホームレス街ができた経緯です。で、そこに浅井さんはいました。はい。今から通るところはね、もうバーってあったんだけど、もうそれでもだいぶ人いなくなりました。で、さっきも浅井さんと話したんだけどね、死んじゃってるんですよ、もう毎年毎年。今年も一人ね、有名な、サブカル好きな人ならツイッターとかで知ってると思うんだけど、猫カフェがあると。都庁前に猫カフェって呼ばれてる、あのね、猫を飼って、段ボールの中に猫をね、何十匹も飼ってるおじさんがいたの。で、猫の餌代くださいって言って、みんなサブカル好きな人が猫カフェって呼んでたおじさんがいたのね。なんか外にある猫カフェって呼ばれてて、ホームレスのおじさんなんだけど、段ボールに猫いっぱい住ませてて、そのおじさん死んじゃいました今年。はい。浅井さんはどうやって、浅井さんは空き缶拾いですね。空き缶拾いで1日2万円ぐらい稼いでます。うん。中央公園の近くに新宿、あ、僕が住んでるエリアですね。はい。僕思いっきり5丁目です。ステシもいらっしゃい。でもね、もうだいぶ減っては、向こう側が多いかな。向こう側が多いかな。ここがそうですね。もうだいぶ減りましたよ。もうオリンピックの、あれ関係、出てけ出てけって言われてるんですよ。いやいやいや、ここすごい多かったからね。うん、浅井さんはすごい稼いでますよ。浅井さんが住んでたのはそこ。ああ、もう全然いなくなってるわ。撤去されてる。浅井さんとはここで知り合いましたね。こういう配信やってて。もうここずわーっとこっち側の方までずーっと段ボールだったんだけど。うん。空き缶拾うのもうるさいですよ。向こう側まだ残ってるね。向こう側の方まだ残ってるから、向こう側行ってみましょうか。浅井さんちなみにこの通りに住んでました。15年間。箱根もゆう、僕昨日行きましたよ。月4回行ってますね。浅井さんこの辺で有名なんですよ。未だにあります。汚れた雑誌っていうか、山手線でジャンプとかを拾って売るっていうのは未だにありますね。うん。あと、ビッグイッシューっていう、そのやつもありますよ。200円で売ってる雑誌なんだけど。うん。それはね、100円取り分なんですよ。だから、しのぎの一つですね。本屋さんって呼ばれてますね。しのぎいくつかあるんで、後で紹介しましょう。いろんなしのぎがあるんで。この辺は結構、もうでも人だいぶ少なくなったな。人だいぶいねえわ。これでももう、ほんと5分の1ぐらいに減ってますね。スマホ全員持ってますよ。なんかみんな誤解してるよ。全然スマホも電気も使いこなしてますよ。あつしさんいらっしゃい。うん。あ、生活保護受けてますね。はい。ではそこに公園があったんだけど、そこの公園から、うん。浅井さんすごいっすね。では病気で寝たきりだったんですよ。浅井さんは15年間。
え、有田さんいないか？有田さんどこ行ったんだろう。え、撤去された？知り合いの人いなくなっちゃったかもしんね。あ、それはね、今からインタビューするんで、知り合いにリアルな話聞けますよ。東京23区で行ってない場所ってある？もうまあ、いっぱいあるでしょ。足立区の方とか行ってないし。うん。あ、有田さんいたわ。寝たきりでしたね、浅井さんは。ちょっと有田さんにインタビューしてみよう。今から知り合いのところ行きます。お、青じいさんいらっしゃい。楽しんでってください。いるよ、うん、メロンいらっしゃい。あ、それも聞いてみればいいじゃん。うん、有田さん久しぶり。ワドです。有田さん、酒か飯かタバコおごるから話聞かせて。酒、何がいい？買ってくるから今。ワンカップ大関。ワンカップ大関何本？何本ぐらい欲しい？2本 OK。 ワンカップ大関ね、今買ってくるわ。ちょ待ってて、話聞かせてよ。はい、ワン、あ、それも後で聞かせて。今すぐ戻ってくる。当たり前でしょ、ギャラ払うでしょ。仲いい、もうだって3年以上の付き合いだもん。いやガチですよ、だから言ったじゃん。あのホームレスの人たちとかって独特のルールとか仲良くなり方みたいなのがあるんですよ。そうそう、酒、タバコ、飯、どれがいいって言ったら酒って速攻答えましたね。うん、だからこういうなんかコミュ力見てると俺がその元ホームレスだったっていうのが伝わるでしょう。うん、マスターベーションじゃないです。簡単に言うとここって発展場なんですよ。あの女装とかオカマとか同性愛とかいろんな人たちがいるんで、要は女装とかそのオカマの人たちがではホームレスとセックスするっていう、そうそういうのがあるんです。うん、本出せる。もともとね、だからこういうジャーナリスティックなことをやりたくて、生活保護とかホームレスの界隈に関して映画を撮りたくて僕はニコ生始めたんですよ。本当はこっちが畑です、僕の。日本でいいのか、まあ人によるね。でも大体1000円要求してくる人はいないですね。500円以下ですね。お金のありがたみ分かってるんで、この人たちは。あとほら、これもしのぎです。これも。これもしのぎですね。段ボール。束になってるでしょ。これでお金を、生計を立ててるんです。だからやっぱね、ディープに切り込んでいかないとダメよ。うん。見て見ぬふりはダメで。やっぱ疑問に思ったことはぶつけていった方が人生は豊かになりますよ。うん、本っていうか、まあ放送楽しんでこれを広めてもらいたいかな。和道ってやつが面白いこと。ダンボール売れますよ。新聞紙、ダンボール、空き缶、それからジャンプとかの古本、それからビッグイシュー、あとはまあ物拾いですね。例えば簡単に言うと、この辺で食えないものはないって言われてます。ホームレスの人でもただで手に全部手に入ります。電気、水、もう手に入らないものがないです。女も、女ですらも手に入る。ただ唯一、これホームレスで有名な話なんですけど、唯一どんなに欲しくても買えないものが一つだけあるって言われてるんです。何だと思います？みんなが普段知ってるものです。飲み物で、飲み物なんだけど、それはホームレスの人は絶対に落ちてないって言われてるものがあります。じゃあみんな飲み物でなんで、答えてみてください。クイズです。戸籍も売ってます。戸籍なんて余裕で買えます、はい、
戸籍なんて余裕で買える。飲み物なんですよ、3本買って行ってあげようか。水、コーヒー、水なんか手に入る、コーヒーも手に入る、お酒手に入るんだな、これがただで手に入る。酒じゃないんだよこれ、意外だから。でもね、みんなもね、言われたらはって気がつくよ。落ちてないものがあるんです。金を払わないと手に入らないものがあるんです。みんなで考えてみて、正解が出るまで考えて、正解が出たら僕正解って言います。ワンカップ、ワンカップ、ワンカップどこだ、ワンカップ大関、ジャンボにしようかな。これでいいかな、これでいいかな、ジャンボにしよう。お願いします。領収書ください。はい、ありがとうございます。ティーポイントカードは大丈夫です。はい、まだ出ないな。味噌汁も飲んでますね、みんな。はい、どうも、レシートいいです。あ、レシート忘れてた、すいません、ありがとうございます。いや、経費で落としますよ、これギャラ代ですよ経費で落とすよ、これだって、これ仕事でやってんだから経費でしょ、うん、よし。まだ出ないですね、ミネラルウォーター。みんなわかんない、答え言っていい、まだ出てない。みんなが知ってる世界で一番有名な飲み物ですよ、カレーじゃない、世界で一番有名な飲み物。ミネラルウォーターも手に入るんだな、ワインも手に入るんだよ。なんだと思う、これだけは手に入らないって言われてるのがあります。世界で一番有名な飲み物です。ミロ、母乳、コーラ、正解、コカコーラです。これホームレスの間ですごい有名な逸話で、コカコーラだけはなぜかないの、金を払わない手に入らない。面白いでしょそう、コカコーラは買わないといけないって言われてる、うん、そうそう、本当にそう、あのハイスキルさんの言う通りね、そうなんですよ。どうして、それはいろんな説があるんだけど、誰も残さないから、いや、うまいから飲み切るんだって。面白いでしょコカコーラはそれだけ中毒性があるって言われてて、コカコーラを買って捨てるやつとかいないんだって、もうみんな飲むんだって、うん、面白いでしょ。だからコカコーラはやばいって言われてる。そう、酒はいろんな手に入るルートがあるの、面白いでしょ。これ結構有名な話だよ。なんか納得でしょ、コカインが入ってる。コーラ、いや別にコーラ飲みたいって話じゃないから。もう撤去されちゃうって、有田さん何月何日に出てくよって言ってたから、最後のインタビューになるかもしれないんで、みんな聞きたいことをピックアップしといてください。多分ね、あのこの取材も最後の取材になると思います。貴重な映像になると思うんで、みんなあの本当に聞きたいことを今回逃さないようにしてください。多分本当に最後になると思いますよ、こういう貴重な映像、日本にこういうのがあったっていうのがね。おじさん貧乏なの、おじさんって誰、うん、もしこの配信を応援してくれる人がいたら、アイテムで応援してもらえると嬉しいです。ちょっとね、今月ね、残り13万円目標なんですけど、まだ目標達成できてないんで、風船とか花火とかハートとかアイテムもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。
弱者ハイターは世界的。ああ、でも僕はあんまりそんなこと考えてなくて、今から有田さんの話聞くと価値観ひっくり返ると思いますよ。全然価値観ひっくり返りますよ。それを見せたいんで。じゃあ行きましょうか。花火プレゼントありがとう。風船ありがとう。ごめんね、有田さん、久しぶりっす。え？何やってんの、今。え？モンスターズ？ 3DS の？ちょっと待って、カメラが。 3DS モンスターズ見せて。どこまで行ったレベル？まだまだやり直してるから、最初から。おー、え、何、ポケモンじゃないの今？あ、ポケモンじゃないの？はい、お土産。ポケモンはやんないもん俺。うん、なんか銘柄分かんなかったからでっかいの買ったよ。あ、これか。うん、そしたら、あの、取材したいからラジオ切ってもいい？話してもいい？ごめん。有田さん、この椅子借りるよ。え、何、もうこっから出てくの？違うよ。え、マラソンだから。え、マラソンだから。ああ、東京マラソンだから。おう、あの、21、こっちは22で、向こうは23日から26日のほら、おう、マラソン終わるまで。何、じゃあマラソン終わったら戻ってくるんでしょ？そりゃそうだよ。あの、あ、ごめんごめん、ちょっと待って。ワトさん、止めてくれる？やだよ。え、それまでどこ行くの？あ、まあ、緑道公園だ。ああ、向かい側に行くんだ。うん、あの、甲州街道なんだろ。うん、で、右行くと俺、町山あんじゃん。うん、町山の向こうが反対側の公園だよ。じゃあ1週間か2週間そっちで過ごすって感じだ。1週間じゃないよ、22日からだから。うん、4日4日か5日で。ほう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 。うん、うん、3DS それ電池持つの？大丈夫なの？チャージャーあるもん。チャージャー？うん、今何個あんの、バッテリー？バッテリー3つなんだけど。ほう、これどこ行っちゃったよ。俺もタバコ吸うわ。なんかすぐだな。3,000円？うん、何3,000円って。ほら、フリマでアルバイトやってるじゃん俺。あれ3,000円なの？何、フリーマーケットの店に立ってるだけで3,000円もらえんだ。ほー、うん、片付けやったり、そこにあるのみんなフリマのやつだよ。どこ？見ていい？うん、どこだ？箱？え、どこ？どれ？これ？これフリマの商品なの？何、フリマで売ってんのってあれ拾ってきてんの？拾ってきたの売ってんの？拾いだな、ほんとに。で、いいもんはまあ高く売れるから。ああ、そういうことか。お店とかに売って拾ってきたもんを、残ったやつをフリマで売ってんのか。違うよ。え、どういうこと？フリマで専門に拾ってくるんだ。ああ、なるほど。え、何？それは何？拾ってくる？どこに落ちてんの？あの、いろいろほら、うん、ゴミの、うん、粗大ゴミとか出るときあるじゃん。ああいうとき。ああ、結構いいの落ちてるんだね。香水とかベルトとかいっぱいあるじゃん、ブランド品とか。そうだよ、だから、うん、あれなんかもうお前300円で言ったら怒られちゃってよ。じゃあ3000円ぐらい、3000円かけろ。あれもう価値があるんだって。あ、うん、ちょっと減ってると1500円とかに引いてるな。あ、そう、うん、買う人いるんだ。いるいる。へえー、あれ多いよ、外人が。あ、外人が買うんだ。ほら、うん、どこだ、向こうのアフリカから来てるのやつとかさ。はい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 、あれ、はい、ほら、片上にあれがあるんだって。うん、そういう施設みたいな、うん、はいはいはい、それで海外に送るんだ、まとめて。送るんじゃねえ、自分で
使うんだ、あれ匂う気にするからあいつら。うん、だからこれいくらほう、あれもそうだな、中東のやつもよ、よく買っとるよ。へえ、いっぱい来るから。そうなんだ、外人が買ってくるんだね。外人が多いよ。あれだなんかよ、ほう、あ、それね、今日の成人ってなるじゃん。おう、あれを買ってて、成人、これ高いねとかってな、うん、それで、隣のあの親分のとこ行ったらよ、おう、あのこれにマーク騙されちゃって、6万ぐらい使ってったから。6万、もう そういう人いるんだから。へえ、うん、そうなんだ。なんか浅井さんが本出版してたよ3500円で来なくていいからあいつはまだ喧嘩してんの、うん、浅井さんと。浅井喧嘩してないけどよ、おう、金づるだからお小遣いくれるもんね。うん、ね、いくらぐらいくれんの。いや、あれ飯買ってこいとかガスボンベ買ってこいとか買ってくるんだ。おう、浅井さん優しいかんね。うん、おう、だからだ。そうそう、さっき浅井さんが俺の家来て、うん、で、浅井さんがどこに住んでたのかみんな知りたいって言うからカメラ持って回ってたのよ。どこら辺に住んでたん？え？そこなんだっけ？渋谷の方でしょ？そこ。そこ？中央公園？中央公園の先の通り、うん、広い通り。なんだっけ？神奈川？神奈川じゃない？うん。なんだっけ？山手通り。うん。山手通りのとこへ、うん、ほら、不動通り知ってんだろうね。知ってる人。じゃあ浅井さんちは知ってるのよ。じゃあ昔住んでた方、15年住んでた方よ。知らないんだよな、俺。あ、知らないんだ。向こうでしょ？そこに行ったじゃん。そこだよね、多分。っていうか、人減ったよね。減ったよ。うん。だいぶ。あそこに荷物いっぱいあってた。あ、そうなんだ。もう何、全部家の方に引っ越したのかな。うん。うん。で、まだ卓球君の自転車あんの？あ、俺が持ってるよ。使う？はい。いらない？なんかみんな、有田さんがどうやって生活してるのか知りたいんだって、興味があるんだって。だから、いろいろ聞かせてよ。あれ、YouTube とかやめないでくれな。え？やめないでくれって言って。やだよ、おめえ。いいじゃん。浅井じゃねえんだからよ。お？浅井じゃねえ。浅井、長いね、あれ。おう。みんな、しんちゃん知ってたか、お前。しんちゃん一緒にフリーマーケットやったの。おう。それで、なんだっけ、本田さんがカラオケやってるの全部見えたってよ。そうそうそう、カラオケ録画してんだよ、うん、浅井さん。うん、なんかこれ水？酒？水。あ、水か、うん、てか酒飲みすぎだって有田さん、体壊すよ、本当に。死ぬぜ、本当に。知らねえ。死ぬ。ずっと酒飲んでんじゃん。そうでもないよ。そう、うん、金があると飲む。ずっと飲んでるじゃん、金あるとき。うん、金あるとき酒ずっと飲んでんじゃん。飲んでるでしょ。あれ、まあもう3000円突っ込んだからないんだ、4月3000円。うん、何フルケードの。ああ、携帯電話。うん、ああ、あれだから、ほら、うん、いくらだっけ、更新ね。2000円じゃなかったっけ、あれ。3000円。うん、そっか。いや、4月までだからいいんだけどさ。おう、ずるずる行っちゃうと忘れちゃうからさ。早めにやっといた方がいいね。うん、おう、だから今、おう、あれどこ行ってて1万円ぐらい入ってる。あ、そう。うん、おう、使わねえから。使わないよね。うん、俺も電話最近全然使わない。あー、やべ。大丈夫？おう、乱切りしちゃうから。おう、おお、じゃあ余裕じゃん。あれしょ、1年に1回更新。うん、3月に、おう、4月17日までに、おう、あれ入れないとカードなくなっちゃうんだ。わかるわかる、1年に1回更新でしょ。いや、更新しないよ、カード入れ替えてるやつ売ってるの、もう3年目だから、これ。あ、そうなんだ。うん、あ、何で YouTube なんか出した。うん、
浅いじゃねえんだからな浅いじゃねえんだからっつって本田さんとかよ本田さん、うん、カラオケで歌ってただろお前本田さん、本田さん知らないかも俺会長、会長って呼ばれてる人違う誰本田さん本田さん誰そこで寝てる人だよ嘘、うん、カラオケ歌ってたもんだって嘘本当だよマジで俺いた、うん、その時いや、いないいないいない最近行ってないもんうん、うん、あれ、最初の頃だよねいや、多分最近行ってないんだよ、俺うん、うん、ほら、しんちゃんがうん前、前のあの電話うんこう、そういうのをアップされると、画面で見れるんだよ、あれあ、そうなんだ、うん、へぇダメだよ、俺のアメちゃん勘弁してよ、浅いじゃねえんだからギャラ払ったじゃん、ギャラ、酒酒2本か酒2本ギャラ払ったから卓球くんは卓球はもう連絡取れないよ、店屋始めるらしいよ、なんか焼き鳥屋あ焼き鳥屋、まあ、商売うまそうだねまあ、なんとかなんじゃないの、若いしうん、うんうん、なんか全然顔を合わせてないよ西野そこで寝てたんだもんねそこで懐かしいよねうんでもさそこのさ有田さんに紹介してって言った猫の人死んじゃったじゃんそうだよねえゴミ来るの遅れたわ本当だよ早くいやうんこれじゃないけどうん焼酎のワンカップあるだろうんうん、でっかいやつねあこれくらい、これくらいのやつかワンカップ、ワンカップうん、あるあるなうんこれよりちょっと小さいのあるある、わかる氷結とかでしょじゃあ、赤だ、赤赤あ赤いのうんあれ、カン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 飲んでようん飯食わねえんだもんね急性アルコール中毒死んだのそうだろうなああれだよ血が溜まったんだろああ脳血かなんかでああっちゃったよまずかえ、うん、誰が発見したのいや、起きねえんだよおで、救急車呼んだらもうこれあ、そのまま、うん、ああ、じゃあ誰かが発見したってわけじゃなくて話しかけたけどうん、そうそれで、周りの人が救急車呼んだけどもその時はこれだあもうダメだったんだ、うん、いや話聞きたかったよ、残念だったよ、うん、うん。でもだいぶ人減ってるよね減ってねえよ減ってるよ同じでまた増えてるよ増えてないよ、だって昔さ増えてるこっち側が増えてんだよ、向こう側があ、反対側ね、はいはいはいこっちはうん、ほら、駅行ったりなんだりする人いるけどおこっちはあんまり、あれだけど、向こう側増えてんだよ、逆に増えてんだ、人が、新しい人、うん、へぇわけわかんないのが、みんな、吉田なんか仲間入れちゃうからさあで、そこにもいるんだぞ嘘あの下あそこ向かい側向かい側のもっとずっと向こうだあの橋の下嘘あっちの方にもまた増えたの あそこ3人いてうんそれでこっちに1人いるんだへえでそこには2人いるんだろなんかさ4年ぐらい前さ200人ぐらいもうすごい数いたじゃんあの駅の方覚えてる4年ぐらい前知ってる行かねえな4年前うんとんでもない数いたけど減ったそれにあれやられちゃったんだよえどういうことやられたってだから大出し食らってるんだよあーもう出てけってうん、あれオリンピックで出てけって言われるの本当なのやまんねえ分かんないうんうん多分言われるようん新宿と代々木はほらメイン会場だからはい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 あーオリンピックのそうだよ出てけって言われるんだうんおーだからなんだっけうんしんちゃんの友達なんかさ、うん、こっち側にテント張ってるのよ。でもテント新しく作らせないんだって向こう。もうダメだって言われてんだ。うん。なるほどね。だって20本ぐらい頼めなかった。20本ぐらい？嘘だよ。本またちょくちょく来るよ、うん。うん。いや貴重なんだよ。やっぱもう、うん、有田さんとかさタフじゃん。みんな聞きたいんだよ今みんな有田さんなめんなよとか書いてあるよ有田さんすげえとか、うん、いや余計なこと出せないでくれる本当に俺困るんだから困るえでもテレビから取材とか来るんでしょ来ないよでも来るって言ってたじゃんこの前来てたじゃん結構前だなんかな、うん、
さあ、お姉ちゃん、お姉ちゃん来たんだよ。何、 NHK とかから取材来んの？違う、そこのカードも俺知り合いいるんで、あの背の高いメガネかけてんの。おう、それがよ、話をちょっとあれしてやってくださいって言うから、へえ、話してやったんだよ。うん、ははは。で、1回か2回来たっけど、もうそれ来ないや、と。あ、俺生活保護抜けたよ。抜けて？抜けた。金なんとかなるの？だからこれで今配信ネットで稼いでんの。やっとだよ。抜けなくていいんだったか。なんで有田さん生活保護受けないの？紹介するよ俺、新宿区役所。いい、磯野か？いや磯野は生活保護受けてない。あれは知り合いの金持ちの人に。なるよ、磯野だよ。磯野？役所の。知らない、磯野って。いいんだ、うるせえの。え、何、結局何、めんどくさいから受けないの？いいよ、生活保護分の一番はやっぱりいいんだ。気楽だもんね。飯も食えてるし。あ、泥棒なんですよ。うん、なんだっけ、ほら、うん、寮入ると、あー、相部屋とかね、相部屋だと泥棒が多いんだっけ。うん、盗まれたりするから嫌だよね。うん、俺は個室だったからな。うん、お前、どこ行ったの？北新宿？北新宿の、なんつったっけな、うん、店長らいるとこだよ。え？店長らがいるとこで。店長？うん、今もう出たけど、うんうん、ほら上にテント村あったの知ってる？どこだろう、ね、上だよ。俺が寝てた時は、うん、下の公園だから、はいはいはい、あれ上がってって、うん、テント村あったの知らない？わかんない。あったんだよ、いっぱい。それで、みんなこっち行くか、うん、あとほら、部屋借りてもらったんだよ、みんな。はい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 、うん、そこは個室なの？あ？そこは個室なの？そう、みんなが住んでると北新宿の。違うよ、寮だよ、寮。寮なんだ。うん、だからワンダさん、そこへ入んなくてよかった。俺は断った、個室じゃないでやだっつって。うん、うん、無理やり個室にしてもらった。なんで生活保護バカだね。なに生活保護やっぱバカなの？違う、生活保護も逆にもらったらいいんだよ。いや、もらってればいいけどさ、俺の場合ほらネットでもう稼ぎたかったから。うん、うん、だから早く抜けたかったんだよ。だけどこういうのをな、やってても当たり外れもあるわけじゃん。当たり外れあるよな。だから、あれのためにこういうことはしませんって言うよ。あな、でもそれ不正受給で捕まっちゃうもん。捕まっちゃうんだよ。知らねえよって。俺が捕まるんだってガハハじゃないよ。だからまあ分かんねえだろ、いくら あれできるとかさ。分かんないよ。でも全部申告してたよ、俺は。してた。うん。30万ぐらいになるの？30万もなんないよ、20万いかないぐらいじゃん。だけどそのくらいあればなんとか。なんとかね。うん、うん、貧乏生活。今アパートでいくら？あのアパート6万だよ、高いよ。いや、安いよ。あ、まあこの辺にしたら安いよ。この辺は安い。この辺にしたら本当安いよ。安い。だって10万以上するじゃん、この辺。うん。で、浅井さん家なんて3万とかあそこらだったでしょ。浅井さんの家3万なの？うん。いや、もうちょいすんじゃないの？ 4 万ぐらいすんじゃないの？いや、3万だ。3万、うん、安いね。あれ、生活保護とか借りたんだから。いや、生活保護で借りてないらしいよ、浅井さん。自分で借りたって言ってたよ。はったりくんだから。はったりくんなの？浅井さんだって生活保護嫌だって言ってたよ。嫌だじゃねえよ、バカ。うん。だって今日だって不動産屋に空き缶拾いって仕事欄に書いたら借り入れたって言ってたよ。だけどあれ、うん、穴町あれじゃないよ、あいつ30万ぐらい稼いでんだから。30万じゃ効かないでしょ。40万ぐらいいくでしょ。いかない、うんうん、今95円だから。え、安くなったわ、また。うん、バカ、今までね、いくらだっけ、うん、85円、75円か、うん、そこら辺までバーンと落ちたんだよ。知ってる、2、3年前でしょ。いや、違うよ、最近までだよ。最近まで？最近。うん、あ、じゃあ値段上がったんだ。だから、やっと95円になったんだよ。アルミの値段上がったんだ。え、それ何？景気が良くなったの？何なの？物価変わったの？あれだ、ほら、アルミの相場があるだろ。アルミの相場、うん、うん、新聞に出てるだろ。うん、あれ見て判断するんだよ。へぇ、今95円、うん、いいね。グラム95円でしょ？ん？グラム？キロ？キロだよ。キロか、ごめん。グ
グラムだよね。グラム95円だ。俺もやるわ。そうですね。今言い間違えた。キロね。うん、おじゃあだから10キロで950円ってことよ。10キロで950円か。そうだよ。じゃあ浅井さんどれくらい集めんだ一日に。100キロくらい集めんの。あ、200くらい。200キロ、うん、200キロ集めんの浅井さん一日で。一日じゃないよ。まあ一周で大体200から、おうそこら集めちゃうから。おう、すごいよね、あの数。半端じゃないよ。半端じゃないよね。バケモンだよ、浅井さん、うん、本当にバカモンだか。酒久々に飲んだの？毎日飲んでんの？たまに差し入れ持ってくるよ。最近全然来れてなかったから、忙しくて。すげえ毛布いっぱいあるな。あれもどっか行ってたの？え？どこ行くの？ジョンペンだよ。それは失礼しました。遅いぞ有田さん。2万いくいく。俺物見てるから、物見てるから、今度見せたいんだよ。しょんべんだよって怒られてたよ。しょんべんそこですんのかよ。思いっきりそこでしてんだけど。そこかよ、トイレ。公園にトイレあるでしょ。トイレ近えな、この家。トイレそこでやってるわ、ゾロ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 って、うん、いや、いろんな人が持ってきてくれるんだよ。え？ここ何でもあるから、俺、あれだからね、椅子に座ってんだよ、これ、ほら。椅子あるから。すごいだろ。何でもあるから、ここ。何でもある。椅子に座れるし、うん、あの、キッチンもあるから。明日ぐらいにもうないからな。明日いないんだ。明日何日だっけ。明日が、20日だね。じゃあ明日はまだ行っても、あさってには動いちゃうかもしれない。あさって1週間、え、何日までいないって言ったっけ。26日の朝まで。ああ、まあ1週間ぐらいでしょ。1週間ないない、4日か5日で。うん、なんとかなるでしょ。うん、うん、雨がよ。ああ、雨ね。ここにさ、でかい人あるんだけど、うん、え、荷物引っ越さないでしょ。荷物持ってくんだよ、みんな。嘘、これ全部、全部これを、これはあれ、ほら、しんちゃんの荷物だから。ああ、この荷物全部持ってくの。そうだよ。おー、いや、ここにあるだけだよ、俺も。これと、これとすごい量じゃん。台車あるから。おう、台車1台と引っ越すんだ。兄貴の分もあるから。田中さん、うん、うん、田中ちゃんももう分かってるから。あ、そうなんだ。お金って言ったらダメよ。お金？お金持ってるの？お金を。ああ。あの、それで稼いじゃダメよ。なんでこれで稼いでんだよ。なんでダメよ。酒持ってくれよ、また稼げたら。これないよ。何？ワンカップが一番好きなの？これの。ああ、小さいので一級ってやつあるだろ。小さいやつなんてやつ。一級酒。あ、高いやつがあるんだ、これの。230、ファミリーマートだと236円。じゃあ今度それ買ってくれよ。これダメなやつだったの。ダメっていうか、うまくね。二級酒だから。あ、そうなんだ、ごめん、うん、知らなかった。出かけりゃいいのかと思った。いや、量じゃないんだよ。量じゃない、味なんだ。うん、うん、これのちょっといいやつがあるんだ、ちっこいので、うん、じゃあ今度それ買ってくれよ。あれ知ってんだろ。うん、 NS ビル。うん、 NS ビルにあのー、コンビニあるの知ってる。わかんねえな。あれ、庁舎の反対が左側入るとすき家あるんだよ。すき家、うん、うん、あそこのとこにあるから。うん、あそこだったら安いんだよ。231円だから。231円、大関のワンカップの一級酒ね、うん、オッケー、それ買ってくれよ今度。これ二級酒だからさ。あ、わ、悪い。いい、うん、まあ、あるね。日本酒が好きなの。最近日本酒だな。うん、でもウイスキーでも何でも飲めるんでしょ。飲もうと思ったら。いや、いい、うん、なんと焼酎飲んでたけどさ。焼酎まずい。いや、もう具合悪くなっちゃう。
まあ、元気だね、相変わらず。うん。じゃあ散歩行こう。誰だ戻れねえとか言ったの。何戻れねえ。戻れるから平気だっていうの。何が戻れねえって。ここ。戻れねえとか言ってるやついんの？うん。戻れるっしょ。うん。だってここもうあれだもんね、有田さん縄張りだもんね。だからここもう何年経つ？住んでから。この橋の下。ここは。もう10年経つ？経たない。経たない。上に行ったんだから。あ、公園でしょ？おう。公園の。おう。ここがのグランド知ってる？おう、わかるわかる。あそこでね、ここベンチで寝てたの。おう。ダメだよ、ネズミ多くて。おうほうほうほう。こんなの紙破ったの？え？こんなの紙破ったの？紙破る？歯で、うん、すげえな。すごいよ、だから、うん、食べ物とか入れて匂いがするじゃん。おうおう。だからもうそれわかるんだよな、ネズミ。ほら、おう、鉄の絵をこうかぶせるやつならいいけど、はい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 、そうじゃないとやばいよ。プラスチック食いちぎられんだ。食いちぎられちゃう。こういうやつで、おう、蓋がきちんとできればいいけどさ、おうおうおう、そういうのやられちゃう。大丈夫？ムスタ大丈夫？有田さん今必要なものとかあんの？快適だもんね。ねえよな。金だよ金。金100万ぐらい今度くれ。俺だって欲しいよ100万ぐらい。俺だって貧乏なんだから。うん、100万円なんか当てる方法ねえかな。競馬やれよ。競馬当たんの？100万とか。競馬やったことないんだよ俺。穴だけ狙えんじゃん。100円であれいくらぐらい当たんのマックス競馬って。100円じゃ大したことない。100円でも200円でも何十万なんてあるよ。あ、そう。あなたっていうのは、うん、大人出るだろ、うん、な、1番人気から30番人気ぐらいまでのやつを、うん、な、これの下の底辺の25、6番人気の、うん、からもっと下のやつを、うん、200円とか300円買ってるんだよ。もっとバンって当たると十何万とか。でもめったに出ないでしょ。コメントはそうでもないよ。おー、なるほどね。そっかそっか。俺も100万ぐらい欲しいな。頑張って稼がないと。また店やれよ。店やりたいね、またね。あれを使いんだよ。うん、浅井さん。浅井さんを。あ、でも名物店長とかになるんじゃないの、浅井さん使ったら。うん、あいつよ、うん、な、うん、あの店の店長になったらしいよ。誰が？浅井さんが、うん、北海道、あ、この辺で。今いつよ。昔店長やってたの、うん、何の店長よ。なんか、うん、それで詐欺かなんかの、うん、オレオレかな、うん、で、あの引っかけられちゃって。へえ、うん、うん、大笑いで。捕まったんだ一回。いや、もう、うん、名前を貸したんだろあれ。あ、名義かなんか、うん、あれじゃないの、生体の免許持ってたから生体かなんかじゃないの店って。うん、いや、なんかな、うん、飲み屋かなんかのあれだろ。飲み屋、うん、それ聞いたことないな浅井さんから。浅井さんでも昔まともに喋れたんでしょ、うん、急になんかおかしくなっちゃったって聞いたよ。なんか急になんか神様がとか言い出したって聞いたよ。もともとバカなんだよ。もともとバカなの、うん、ああ親がそうなんだってな。あ、親大学の教授でしょ、だって、うん、そうだよ。お父さんもお母さんもなんかすごい有名な大学教授だって聞いたね、周りから。あ、本当なんだそれ、うん、
んちゃん言ってたぞ、うん、ああいうのは、うん、相手してバカになってる。アセさん相手してるとバカになる。アセさんでも好きだよ俺、人がいいじゃん。あんな人なかなかいないよ。あの向こうの緑土公園でよ、おう、タカちゃんがいたんだよ。タカちゃんと、おう、おう、くっついてくるんだってよ、離れないで、おう、よくケツばかりったらしい。いける。あいつ若い男好きだから。そうなの、浅井さん。そうです、くっついちゃうよ。かいや、一緒に来ませんかって。じゃあ俺そろそろプラプラするわ。ありがとう、うん、アレスさん、うん、また遊び来るわ。ワンカップ持って、ワンカップの一級酒ね今度。236円。なんか一級、あ、タンカさんご無沙汰です、どうもです。じゃあ行ってきます、お疲れっす。おにぎりあんだろ。え。よいしょ、えいっすー、お疲れっすー。うん、なんか変なの湧いて出てるね。お疲れ様です。じゃあ出席確認するんで手挙げてください。うん、人が増えてるって言ってたね。ムーンさんいらっしゃい、メロンさんいらっしゃい、古代さんいらっしゃい、いちかさんいらっしゃい、ノンタンさんいらっしゃい、ケニーさんいらっしゃい、まあ、たくみさんいらっしゃい、コウキさんいらっしゃい、あつひさんいらっしゃい、りょうさんいらっしゃい、パストールさんいらっしゃい、スーさんいらっしゃい、まゆちさんいらっしゃい、なつさんいらっしゃい。心霊配信やろうね、またね。いや、あそこがね、橋の下になってるから、高架下になってるから濡れないんですよ。あそこは有田さんの縄張りっすね。田中さんいらっしゃい、ブースカさんいらっしゃい、七色くんさんいらっしゃい。雨でも濡れないいいところなんですよ、あそこは。僕もあそこで寝たことあるけど。ジーマさんいらっしゃい、衛生兵さんいらっしゃい、なんて読むんだろう、美容姿さん、うん、おい、サボちゃんいらっしゃい、いつもありがとう。葉っぱさんいらっしゃい、コミュニケーション能力の高い元ホームレスだと。うん、まあ、あ、青じいさんいらっしゃい、公務員が追い出したりしたいの。まあ、さっきも話してたけど、そこに中央公園っていうのがあって、そこと代々木公園は縄張りになってるんですよ。ホームレスが何百世帯もいたんだけど、そこから追い出す代わりに妥協案として、東京の高架下に住ませてもらえるっていうことで追い出したの。サトルさんいらっしゃい、トウさんいらっしゃい、ルナさんいらっしゃい、ハイスキル、キョウさんいらっしゃい。虫出ますよ。虫もネズミも出ます、出ます。全然出る。うん、全然出るよ。でもまあ、楽しそうにやってますよ。シンさんいらっしゃい。ネズミ出る出る。さっきも話してたじゃん、ネズミが食いちぎっちゃうって。プラスチックの、ケースを、うん。大変なんですよ。でもまあ、夏場とか気持ちいいけどね。我慢してサラリーマン。ああ、だから、まあ、有田さん曰く最高の生活だって言ってるね、うん。生活保護なんか受けるよりも、サラリーマンやるよりも最高の生活だって言ってる。自由にできるからって。だから、よく言うんだけど、ホームレスなんだよね。ハウスレスじゃないんだよ。ハウスって家でしょ。ホームって家庭じゃん。ホーム、家庭がない人たちなんだよ。どうやって生きてるの？しのぎとか、まあ、家帰って説明するよ、じゃあ。いっぱいしのぎがあるんだけど。あ、ここは新しくできたところだ。ほんとだ、増えてる。あ、3つぐらい立ってるね。すごいな。俺、やったことありますよ。3回ぐらい。すごいね、3つ立ってるね。すごい、でかい。すげえな、完璧だな。あー、そうっすね、死にますね、冬場に死にますね。ここに3つ新しいのができてた。完璧な家だったね。
まあみんな分けありっすよ。太郎さんいらっしゃい。悟ってるね。いやもう独特だよ。電気も水も水道も全部自前で用意しちゃうんだから。有田さんに教わったことでびっくりしたのが、東京電力に金払ってるやつバカだとか言い始めて、でどうしてって聞いたら、秋葉原で2万円ぐらいのあのソーラーパネルと蓄電器買うと、そのなんつうの IH とか携帯の充電とか全部できるんだって。だから電気代ってあんなにかからねえからって言ってたよ。あ、でもね、新宿の場合、炊き出しが週に2回あるんで、うん、出しはないですね。うん。ホームレス見てると資本主義って間違ってるよな。資本主義に逆らって生きてるよね。だからホームレスの人によく、ホームレスって言うなって怒られるね。ルンペンだって言われる。俺らはホームレスじゃなくてルンペンなんだって言われるね。太陽電池はね、永久には使えないし、1年からだいたい2年ぐらいでやっぱ壊れちゃうって言うけど、それでも安いらしいよ。うん。炊き出しはね、カレー、あ、週に3回か。この辺のエリアはカレーとおにぎりと味噌汁かな。うん。スープだけの日、おにぎりだけの日。あと、そのコンビニのおばちゃんとかと提携してて、コンビニのオーナーが段ボールで、タバコとか食い物とかの廃棄を全部持ってきてくれるんですよ。そう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 、ルンペンプロリアートってやつかな、正式名称。ちょっとわかんないんだけど。そう、俺らルンペンだって誇り持ってるよ。うん。現代格差、まあしょうがないよね。格差社会だからね。炊き出し仕上げたい。喜ぶ人と怒る人がいるね。うん、物乞いじゃねえって怒る人もいるよ。難しいよ。コンビニの廃棄もらえるととってもいいです。そうそう、だから、ケンタッキーの、要はホームレスに理解のある人とかのオーナーだと、夜のゴミ捨てとか手伝ってくれると、ケンタッキーの、その、余り物とかくれる人もいるし。だからミスタードーナツも食ってるし、ケンタッキーも食ってるし、コンビニ弁当も食ってるし。怒る人いるよ。うん。いろんな人がいるから。うん。コンビニの廃棄は普通もらえないのは普通だよ。それ普通はもらえないけど、要はそういうのに理解ある人がいるんだよ。うん。全然、だって、なんで毎日ケンタッキー食わないのって聞いたら飽きるから嫌だっつって思う。ケンタッキーは飽きるから毎日食いたくねえっつって。初見さんいらっしゃい。だからなんか、その、なんつうの、買うっていうことに慣れすぎてるっていうか、現代人は。売ってるものを買うっていうのに慣れすぎてるんだよ。何かを手に入れるとか、その、自分たちで作り出すっていう知恵みたいなのがなくなってると思うけどな。すごいやっぱ、あ、人間ってどんな環境でも生きていけるからね。まあまあしょうがないでしょ。それはマイノリティはマイノリティだから。野生だよね。野生っていうか、まあなんつうんだろう、野生。でもまあ、生き生き暮らしてるからね、毎日楽しそうにね。俺は、なんか、かっこいいと思うけどな、ああいう生き方は。うん。生き生きと暮らしてるから、すごい魅力に感じるよ。俺は好きですね。なんかこう、頭でっかちな理屈で、何にもできない大人よりも、あの人たちから学んでることの方が多いです。そう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 、生きる知恵っていうか、なんか理屈をさ、唱えてさ、かっこいいことばっかり言ってさ、で、結局自分の利益になることばっかりしかやらない大人が多すぎるんだよ。だけど、俺はあの人たちから生き方学んでるし、うん。全然かっこいいと思う。俺、実際3回くらいホームレスになってるんで、はい。僕もホームレスでしたね、過去3回くらい。うん。
まあ別に俺は悪いとは思わないけど、全然普通にかっこいいと思いますよ、ああいう生き方は。はい、こんばんは。バガーありがとう。あ、バガーありがとうございます。アイテムたくさんありがとう。この放送を応援してくれる人はぜひアイテムをお願いします。よろしくお願いします。女の人でホームレス少ない理由は、体を売れるからです。これは昔からそうなんですよ。売春がどうこうっていうことを言うつもりじゃなくて、事実そうなんです。女性になんでホームレスが多いかっていうと、体を売ることができるからって言われてます。そうメガネかっこいい。動画入ってる。動画入ってますよ。はい。ホームレスを見て見ぬふりをしてる人についてどう思う？いや、まあだからみんなほら、他人に対していちいち話しかけないじゃん。でもなんか浅井さんとか見てると、困ってる人にさ、なんか助けがいたら声かけてねとか、積極的に声かけしてるからかっこいいなとは思うけど、別になんかみんながそれをやるとは思わないよ。うん、嫌なことも起こるだろうし。ただなんかその困ってる人を見てほっとけない人は俺は好きだね。うん。俺は大好きですね。女の人のホームレスもいるけど悲惨らしいよ。結構少ないね、やっぱり。20人に1人ぐらいかな。ハートプレゼントありがとう。まあ全然見て見ぬふりでもいいけど、俺は結構その話してみてやっぱ勉強になることの方が多いから、うん。俺は好きだね。生活保護は反対、生活、長い人ほど生活保護に対して、偏見を受けてる。生活保護を受けてね、昔嫌な思いした人が多いんだよ。要は役所になんかとやかく言われたりとか、大体その生活保護って家を持ってない人の場合だと、共同部屋みたいなのに住まされるの。だから刑務所よりずさんで、もう狭い部屋にぎゅうぎゅう詰め、6畳ぐらいの部屋に6人ぐらいで寝泊まりとかするから、喧嘩が絶えなかったりするのね。それで嫌な思いするっていう昔のイメージの人がかなり多いです。なんでくだらない配信してるの？ホームレスに悪いじゃん。遊んでるだけにしか見えないけど。どうなんですかね。僕は全然、そんなつもりはないですけど。生活保護って最近良くなってきてるの？まあ、だいぶ良くなってきてますよ。個室僕は用意されましたし。ホームレス生活体験で一番辛いと思ったことは何ですか？やっぱり孤独かな。うん。孤独かな。うん。孤独に耐えられるかどうかみたいなのが結構、そこが辛かったかな、俺は。生活保護ってホームレスから部屋、用意されるんですか？あ、されますよ。住所がないと生活保護を受けらんないとか言ってる人いますけど、そんなことなくて、僕実際、住所持ってなくても生活保護を受けれましたから、それはなんかネットの情報とかを鵜呑みにしてるだけだね。住所がない人を生活保護を受けさせる場合って、僕の場合だと新宿区役所に住所を移転するんですよ。一回住民票そこで取るの。だから役所が、なんつうの、役所の住所を貸してくれるっていうのかな。そう。そういう風に対策を打つんですよ。で、そっからすぐに、次の日とかに不動産屋行くっていう。で、一日だけ新宿区役所に住所を移すんです。うん。だからね、百聞は一見にしかずですよ。そうそうそう。僕が実際それで受けてるんで。あ、そうだね。断るっていうのもあるね。水際作戦で。うん、行政によるっていうか、だからの市役所とかのどういう対応をするかな。風呂はね、その時若かったからなんとかなって、六本木でホームレスやってたんだけど、1日200件ぐらいナンパしてたんですよ。女の子に止めてって声かけんの、クラブ帰りの子とか。そしたらね、1人ぐらいいるんですよ。やっぱ200人ぐらいに止めてって声かけるの、本当にひたすら。そうすると優しい子とかがいて、1週間住んでいいよとか、
まあ若かったからできたことだね。六本木でホームレスでした僕は。そんな感じ。寒いね、ちょっと寒いね今日。200人ぐらい声かけてましたよ。親戚中に電話じゃなくて手紙が年に1回行けますね。この人生活保護を受けてるんですけど、助けてあげてくれませんかっていう手紙が行きます。電話は行かないですね。新しいフォロワーさん紹介します。カンナさんフォローありがとう。ユリさんフォローありがとう。モジャケ男さんフォローありがとう。カウパー大佐フォローありがとう。ゴールドマンキャッツさんフォローありがとう。ナインさんフォローありがとう。ありがとうございます。週一の就活？何週一の就活って。意味が分かんないですね。週一の就活って何？プッシュボタンさん、こんな配信最低。あ、まあじゃあ見なきゃいいんじゃないですかね。見なきゃいいと思いますよ。200人に声かけられたらスカウトマンになっちゃいますね。スカウトもやりながらやってたね。紐に発展っていう、発展はしなかったけど、彼女はできなかったですね、その時。彼女はできませんでした。普通に家に泊めてって女の子に、クラブ帰りの酔っ払ってる女の子に声かけてましたね、19歳の時。スーツ着てたからね、仕事はしてたんだよ、ホームレスだったけど。親戚中に知られ、盛られと言ってるおじさん知ってる。あ、まあまあ、そういう人もいるね。現実なんだけどね、別に晒してあげるとかそういうことをしてるわけじゃなくてさ、配信の許可も取ってるわけだしさ。大体タイトルに書いてあるわけじゃん。こういう配信ですよっていうのは。日本の現状を知ってもらいたいんだよ、俺は。ただ単に。初見さんいらっしゃい。まして知らない人に声かけてるわけでもないし。ホームレス時代にナンパしたことまだつながりあったりします？全然ないっすね、僕は。全然ないっすね。生活保護を受けると強制就活しないといけないんじゃないの？強制就活はないですよ。っていうか、俺生活保護を受けてないんで、今。はい。だから今全然違いますよ、状況が。僕はネットタレントですね、職業は。身内で生ポ受給中だと封書が届いて、受給者の前住所も載ってるよ。乗る乗る乗る。いや、はがきで来るんですよ。じゃあそろそろ家に帰ろっかな。生活保護の時より今の方が楽しいですか？あんまり変わんないですかね。生活保護を受けてた時も、今のね、ネットタレントだけやってる時も、両方とも、やりたいことやって生きてるんで、充実はしてますよ。ただ、生活保護を配信でね、稼ぐことによって抜けられたことによって、自信はつきましたよね。プロとしての。生活保護と恋はグレーゾーン。全然全然。恋愛の自由ありますよ。入籍はしてないっすよ。就活が必要なのは失業手当のこと。ちょっとよくわかんないですね。ひろゆきに似てる？似てるかな？顔が似てるってよく言われたけど、前髪ある頃は。試合ね、6月の10日ですね、僕は。はい、
なんて読むんだろう、さきこさんかな、さきこさんはコツ。そうそう、バカプレゼントありがとう。志村けん志村けん若い頃結構好きだけどな俺。ネットタレントの他に何か他の収入源になるものとか考えてる。今考えてるのは FX じゃなくて株、株じゃない、先物か、日経225のミニをやってみようかなって思ってるのと、まあ今ネットタレントでしょ、でバイトやってるでしょ、でもう一つやろうと思ってるのが、あのアフィリエイトやろうと思ってますね。はい、ホームページでのだいたいね1ヶ月10万アクセスぐらいあるんで、まあ1万円ぐらいにはなりそうだなと思ってるのと、あと YouTube の広告収入があります。いや女の人とは戦いませんよ僕。伊勢子さんいらっしゃい、もしよかったらフォローしてってください。和道です、よろしくお願いします。応援してくれる方はアイテムお願いします。昨日の夕方のツイートは見応えありました。自分の気持ちを代弁してくれたようで爽快でした。ああ、いやいやいや、本当頭に来たんで、言いたいことは言わせてもらいました。まあ、ちょっと言い過ぎた部分もあったんで、あの、メールで謝っておきましたけど、うん、生意気ってすいませんでした、とは一言言っといたけどね。はい、やりたろうさんは脱。結構収入ありそうだな。全然っすね、本当に。全然収入ないっすよ。バカプレゼントありがとう。全然全然。貧乏人っすよ。まあね、俺の夢は配信で億万長者になることっすね。今年収1000万狙ってます。まずはその後億万長者ね。配信だけね、他の収入は度外視。じゃあ家で雑談でもやりますか。社会に縛られてない生き方。俺がね、一番その人生で取り返しがつかないことっていうのは時間だと思ってて、お金を稼ぐとか、あの、よりも、俺が大事にしてるのは、ストレスがかからないこと。ここ、やりたくないことは一切やらないっていうことと、そう、時間だよね。やりたいことだけやれる時間を作る。いつどんな時でも動ける状態にするっていう、この二つにこだわりがあるんですよ。だからそう考えると、インターネットで稼ぐっていうのは場所の制約もないし、時間の制約ってあんまりないんで、僕は向いてると思いましたね。例えば極端な話、やりたくないことをやって100万円稼ぐよりも、やりたいことをやって20万稼ぐ方が俺は価値が高いっていう判断をしました。はい、バカありがとう。ここでいろんな感じにできてよかったんじゃないのかな。うん。いや、全然稼げてないですよ。目標は本当に億万長者なんで。そうですね。配信は本当に好きですね、僕は。この業界に出会って、本当に人生変わったんで。配信は多分一生続けていくと思います。バカプレゼントありがとう。家帰ったら雑談やるんで、もしよかったら見に来てください。花火ありがとう、黒さん。ありがとうございます、うん、まあ所詮さ、人間なんで飯食えてりゃ幸せだと思ってるから、俺はね、空気吸って病気じゃなくて飯食って、これ以上の幸せないと思ってるから、あとはさ、ストレスかかんないでやりたいことやってたら人生ハッピーだと思ってんのよ、うん、でもさ、その時間って返ってこないじゃん、お金いくら稼げたとしても。俺が欲しいものってさ、あんまり金で売ってないものが多いんですよね。やりたいことのために、ね、俺はね、そこをどう考えたかっていうと、例えば会社とかに就職して100万円稼ぎましたと。でも功績として残ったりとか、無形資産って言われてるものは全部会社に全部ストックされるのよ。会社の有利なところそこなのね。
だから自分が株主であったりとか会社のオーナーであったりしたらそれはありだなって思うんだけど、自分が頑張った分とかが全部会社の財産になってくっていうのは俺は考えられないと思った。だったら自分のやりたいことをブランド化していった方が価値がどんどん上がっていくから、俺はそっち側を選択したね。今まで正社員になったこと2回ありますかね。お誘いが来たのが、3回だったんですけど、実際に正社員になったのは2回だけですね。はい。ストレス溜めて働いてる人ってどう思う？いや、他人のことはどうも思わないですよ、僕は。自分の人生しか、変えられないと思ってるんで、他人の人生は全然興味ないです。はい。他人の人生に口出すようなケチつける気は全くありません。頑張ったことは全部自分のものにならないっていうのはちょっと違う気がする。まあまあまあ違うと思ったら別にそれでいいと思いますよ。僕はそう感じなんですよ。それが正しいか正しくないかじゃなくて、自分はそう思ったから自分はこういう生き方をしようって選んだだけね。学歴はどれくらいの価値があると思いますか？日本に住む上で学歴が全てだと僕は思いますね。はい。日本で仕事をするなら学歴が高ければ高いほど有利だと思ってます。パフェありがとう。うん。そうそう。誰かに押し付けるとかそういうことじゃなくて、自分はこう思うからこうやって生きてるってだけだよ。どれが正しいとかどれが間違ってるっていうことは一切考えてない。うん、家に帰って雑談やりましょう。うん。そう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 。なんかみんながみんな幸せになればいいと思ってて、幸せの数っていうのは人の数だけあると思ってるから、その俺が一番嫌いなのは、これが正しい、これが間違ってるっていう。善と悪って実は表裏一体だと思ってるの。そう、両方とも正義だと思ってるわけよ。でも対立する意見側からすると悪に聞こえるわけじゃん。俺はそれくだらないと思ってるから、善も悪もないと思ってる。だから他人に押し付けたりとか押し付けられたりっていうことが嫌いだから関わらないっていう。自分の人生を自分で 100% コントロールできればいいと思ってる。そんな感じかな。はい、ワダツー。今から家帰って雑談やります。マイホームに興味ありますか？できれば欲しいですね。自分の家は興味ありますね。40歳ぐらいの時に手に入ったら、まあ嬉しいかな。自分のやりたいことで稼いで、家が建ったら嬉しいですね。ただ土地だけ買って自分で木とかで家を作るっていうのに興味あるかな。家を建てるのも自分でやるっていうか、リスナーさんと一緒にやりたい。だから自分の好きな素材とかを買って、自分でちゃんとやるっていう。タイマー。じゃあ一旦切ります。お疲れ様です。いいよ。じゃあ次枠行きます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。